俺は俳優、テレビや映画には出ていない。でも小さな劇場に立っていて、それなりにファンもいる。僕は知ってる、あなたの本当の姿を、どんなに素晴らしい人かを。だから目の前のものから逃げないで。あなたにしかできない。チャンスがあればすぐに這い上がる。実力はある。言ったよね、来なくていいって。瑞希はさ、見ないと俺が頑張ってるって信用できないの？そんなことない、ちゃんと頑張ってるのは知ってるよ。俺を疑うのって自分の頑張りが足りないんじゃないの？は？自分が頑張ってたら頑張ってる人の気持ちがわかるじゃん。でしょ？私頑張ってるつもりだけど。わかった。じゃあ今月中にフォロワー10万人に増やそう。え、なんで？10万人に増えたら瑞希も頑張ってる俺の気持ちわかるかな？だけど。そういうところがキラキラしてないの。インフルエンサーでしょ？うん、わかった。じゃあ飲み会行ってくるわ。なんで二人でさ打ち上げしようって話してたじゃん。いや先にもう言っちゃってるから。ごめん、またね。キラキラしたインフルエンサーになりたい。私全然キラキラしてない。